浅根からのメッセージ？すぐに確認した方がいいよな。浅根からの呼び出し？もしかしたら俺を助けてくれたあの人に関わることを聞けるかも。お待たせ。相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。あ、ありがとう。そうだと思ってた。あなた、好きな人はいるの？え？なんでそんなことを聞くんだ？え？もしかして。具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ！どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろん、それだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。そりゃ聞くだろう。変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。行こう。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。ありったけで。やった。よし。もっともっと
強くなる。万年筆が見つかったらきっと瀬戸隊長喜ぶだろうね。そうね。よし頑張るぞなんてうー会話が弾まない。でもなんとかして俺を助けてくれたあの人のことを聞かないとな。あなた、それなりに戦えるのね。本当にきっついな、この子。カサネ、俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何？俺、小さい頃に怪異に襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に海抜群の人に助けてもらったんだけど、それがカサネによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え、敵だわ。戦うわよ。わかった。Yeah,
調子で行こう。重ね頼む。このぐらい。なんとか倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとうユイト、助かったわ。ところでさっきの話だけど、俺を助けてくれた海抜軍の人の件。ええ、海抜軍名簿は確認したの。もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか。そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか。ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が繭のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょう。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃあこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。なんで俺を。それじゃさよなら。俺も帰ろう。
れたな。少し休むか。あれ？いつの間にスメラギ寮に来たんだ。ユイト、カゲロウが訓練施設で模擬戦やるってよ。俺らも参加しようぜ。わかった、すぐ行くよ。なんでここにいるんだろう。やばいな、俺無遊病なのか。後で兄さんに相談してみようかな。まだ頭がぼーっとしてる。訓練施設って海抜軍本部の中だったよな。スメラギ寮に移動したんだっけ。覚えてないなんて気持ち悪いな。
ユイトさん。お、これで全員揃ったな。スリーマンセルの模擬戦やるぞ。ルールは簡単。フィールドに一つだけ設置されたフラッグを手に入れてゴールしたチームが優勝。優勝チームには俺様がポケットマネーで用意した豪華な商品が待ってるぜ。おお、やったぜ。半分けはどうする？かげろう発案、つぐみちゃん作成のくじ引きで決めようぜ。同じ色のこよりを引いたやつが同じ班な。さっさと選ぶぞ。半分け決定。二人ともよろしく。お姉ちゃんと別の班か。やったー。ナギ、ゲンマ、ナオミに傷一つでもつけたら承知しないわよ。あ、おう。心配するな。俺の超能力は防御に特化してる。つぐみちゃん、お互い頑張ろうぜ。お前と組むことになるとはな。カラスが群がるその腕前見せてもらおうか。なんだこいつ。うん、知っていると思うが、僕はスカウト組の師伝。超能力は瀬戸さんと同じ放電だ。僕の足を引っ張るなよ。努力するよ。それじゃ始めるわよ。班長は当然僕で構わないな。異議あり。なんだ、アダルトのお前が班長になるとでも言うのか。シデン君よ、お前さん人間性が今3つほどリーダー向きじゃないのよね。な、僕をバカにするつもりか。ほらほら、そういうところ。今回の班長は穏やかなユイト君がいいと思います。え、俺ですか？構いませんけど。ユイト君もそんな堅苦しい話し方はやめようぜ。よろしく班長。スメラギのお坊ちゃまめ、さぞかし命令慣れしているんだろうな。なんだよその言い方は。何シデン、お前ユイトのことをやっかんでるの？誰がそんな低俗な。ああ、そういやお前今年の配置替えで生徒隊を希望してたんだっけ。残念だったな、憧れの生徒隊長がお前を選んでくれなくて。うるさい、さっさと始めるぞ。あははは、仲良くやっていこうよ。笑顔あるところに幸せありってバッキーちゃんも言ってるし。バッキーちゃんねえ、こいつはいいや。試練、笑顔だぜ笑顔。無駄話をしていないでさっさと行け。よし、とりあえず周囲を警戒しつつフラッグを探そう。
特に目的もなく透明化するのも楽しいもんだぜ。気安く呼ぶな。毎回思うけど、出てくる怪異がリアルだよな。訓練用のビジョンだって分かってるんだけど。怪異だけじゃねえ、空間全てが作り物だぜ。俺の体は本物だよな。よろしくかけろ。ユイト、僕の力が必要だろ。やっ、そら、おっと、水で攻撃か。濡れると機動力が落ちるからな、注意してくれ。ここだ。やっ、あやった。よし、見つからねえように。近くに物資反応があるみたいだな。俺がやる。やったか。討伐数プラス1だ。ちゃんと決めてくれよ。あったぞ、フラッグだ。でもここは通れないな。他の道を探そう。
を抜くな。よし、濡れてるやつは完全仕上げてんだね。やった、この調子で行こう。やった。厳しい。空気安く呼ぶな。遅れてきた成長期ってやつ。
おい、そっちはゴール地点だ。フラッグを回収せずに行くつもりか？せ、決めてくれよ。畳みかけるぞ。やった。調子で行こう。お、敵が珍しいものを落としたみたいだ。よし、フラッグゲット。あとはゴールに向かうだけだな。当たり前のことはいちいち指示するな。さっさと行け。おお、怖っ。噛みつきまくり。チワワかっつーの。勝てるぞ、死ね。当たれ。うわっ、やめろ。よし。よろしく、かげろ。行くぞ。よしよし、俺たちを見失ってくれないよ。そら、やっ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 、そら、それ、ちょっと、やっ、やっ、やっ、よし。さ、ユイト、本当にこっちでいいのか？リーダーなら当然死刑くらい頭に入ってるんだろう。いいから黙ってついてこいって。かまってちゃん。まあ方向は合ってるはずだから進んでみよう。行けるぞ。任せろ。決める。
やった。試練の放電を使えば有利かもしれない。力不足を認めない。おっと、水で攻撃か。濡れると機動力が落ちるからな。注意してくれ。よっ、俺がやる。やったか。やるね、お見事。この調子で行こう。当たれ！うわっ！それ！ナイス先制攻撃！よし！俺がやる！終わりだ！近くに物資反応があるみたいだな。畳みかけるぞ。やったか。